朝鮮労働党中央委員会本部庁舎は、朝鮮民主主義人民共和国の執権政党である、朝鮮労働党の中央委員会本部が入居している施設である。平壌直轄市中区域総合道に位置している。朝鮮民主主義人民共和国では、一号庁舎と呼ばれ、大韓民国ではマスコミを中心に、労働党本部庁舎、または労働党本館と呼ばれている。 なお、一号とは、北朝鮮の最高指導者である金正恩に対して、用いられる用語である。庁舎は、金正恩の父である、金正日の時代も含めて外部に公開されておらず、主に、朝鮮労働党中央委員会の総会や、政治局会議、朝鮮労働党中央軍事委員会の会議、などといった等の重要会議で使用されてきたが、2018年3月に、 韓国のムンジェイン大統領が派遣した特使団が金正恩と会談した際に初めて公開され、その後もアメリカ合衆国のマイク・ポンペオ、国務長官や中華人民共和国の大き国務、委員権外相など、海外の要人との会談や演説などで使用されるようになった。本庁舎には、金正恩の執務室と韓国の大統領秘書室に、 相当する朝鮮労働党組織指導部、各シェルター、秘書室が設置されている。別館は会議旨となっており、党中央委員会総会などが開催されることが多い。付属施設として16号官邸と呼ばれる施設や最高指導者専用の診療所が設置されているが、診療所は2020年2月に撤去されていたことが衛星画像の解析によって判明した。 ありがとうございます。